そうですね、今年の2月ぐらいに、はい、G400D のマヌファクトゥアエディションと、はいはい、G400D の通常グレード、はい、まあ、半年後ですね、はい、もう今ですね、今ですね、ナウですね、はいはい、でその価格、はい、相場、うん、どのようになってるかっていう予想を、そうですね、やりました ね、 したね、その動画ね、言ったことは覚えてないですよ、はい、あの先ほどね、なんて予想したって確認しましょう。そう、はい、まあ、それでね、あ、言って言ったと思い出したんですけれども、一応今年の2月の時点で一回ねその動画上げさせてもらったんですけど、これがですね、一応まあその時点でこの8月に価格改定があるというところがね、あったのと、あともう今年入ってからですね、1月にまあ価格改定あったので、まあ、そういったとこも踏まえて、相場どうなるのかっていうのをね、まあ、ちょっと普段、最新相場情報とかでね、まあ、相場毎日見てるので、まあ、ちょっと予想してみようという初の試みですよね。Gクラス YouTuber、はい、名をかけて名をかけて、まあ、相場ってね、正直その本当どう動くかって、まあ、答えが分かってればね、もうあれじゃないですか。ただまあ相場って本当に答えがまあ見えない、実際になってみないとわからないっていうのがまあ一番あるんですけれども、うん、まあ、それでもね、でもある程度はまあ予想は、させてもらってというところでね、そういった動画を撮ったんですけれども、今日はその答え合わせというところですかね。そうですね、はい、早速やっていきたいと思います。はい、まあ、おさらいということで、一応その G400D 通常グレードの方と G400D マヌファクトゥーワイルション限定車の方の、まあ、相場予想ということで、やったんですけれども、まずちょっとおさらいとしてですね、まずこの 400D 通常グレードの方ですね、こちらなんですけれども、2021年からですね、まあ、発売開始ということで、まあ、その当時のですね、新車の車両本体が1289万円というところですね。もうこれも価格改定、されてるんですけれども、で一応その当時乗り出し価格が、まあ、約1550万円、新車でですね、まあ中には1500万円ぐらいで買わ、ね、購入されてる方もいらっしゃるので、まあ、だいたい1550っていうところで、まあ、つけるオプションとかそういったところでも変わってきますので、まあ、だいたい1550万円ぐらいところでね、なっておりました。で、400D のマヌファクトゥアエディションですね、こちらに関しては2020年の11月からですね、発売ということで、その当時、車両本体価格っていうのが1650万円ですね。でまあ、その当時の乗り出し価格っていうのが、まあ、約1800万円、まあ、これも同様1750万円ぐらいで、買われてる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、大体1800万円ぐらいね、ところ新車価格に対してですね、はい、まずですね、通常グレードの 400D 2022年2月時点2月時点ですよ。なんかそこ貯める必要なくなる。予想じゃないですよね。普通に言ってるやつ、はい、これ言ってるやつですね。ちょっと今不安に駆られながら言ってますからね。はい、はい、2022年の2月時点で、約2000万円程度で、あ、これっていうのはその当時、販売価格の方ですね、2000万円ぐらいで、販売っていう感じですね。まあ、これ新古車の方ですね、まだ、1000キロ走ってないぐらいの個体っていうのが大体2000万円ぐらいっていうことでお伝えさせていただいておりました。この時点でもう結構な価格になってます、ね、そうですね、まあ、プレミア価格、まあ、で見ればその販売価格同士で見れば、まあ、約450万円ぐらいね、プレミアがついているというところですね。はい、で、400D のマヌファクトゥアエディションですね、この2022年の2月時点で、まあその当時からも幅があったので、まあ、一応その当時の最低価格っていうのが、まあ、約2150万円ぐらい
カラっていうところですね、まあ、これもあの同様新古車っていうかね、まだ距離が少ないもの2150からまあ2200ぐらいしてたのかな、うん、でもまあ2150万円ぐらいから出てたりするっていう。で、プロフェッショナルブルーに関しては その時ちょうど初めて2300万円超えたっていうね、状態でありました。まあ、なのでちょうどね今で言う、まあ、約半年前の相場ですね。はい、もうこれをまず見る時点でね、あってちょっと、ね、感じる部分はありますよね。はい、あってね、はい。で、私のですねこのリョジッチャン予想というところになるんですけれども、これね今言ったんじゃないですよ、ちゃんとその時言ったんですからね。はい、まずですね G400D 通常グレードに関しまして、はい、リョジッチャン予想相場は横ばいじゃないかっていうことをね、うん、言いました。あの頃に戻ってなんでそんなこと言ったんだってちょっと言ってやりたいぐらいですけれども、はい、相場は横ばいということでお話ししてましたね。で、まあ、その理由としましてはまあ半年、まあ、その2月から、その半年、だと、まあ、まだそんなに、相場変わらないんじゃないかっていう。でまあ、価格改定、その8月の価格改定があってから、まあ、相場まだ動くんじゃないかっていうことをねどうやら言ってましたね。はい、どうやら言ってましたね。そうですね。はい、でまあその時点で、まあその新車の価格ですね、プレミア価格が450万円ぐらいついてるので、まあこの状況を踏まえると、まあ、相場横ばいかなっていうね予想をしておりました。したみたいですね。したみたいですね。はい。で、400D のマヌファクトアエディション。こっちはですね、まあ、同年式走行距離から、まあ、同じものっていうところで見ると、50万円ぐらい上昇するんじゃないかっていうことをね、予想しておりました。まだまだ限定車は、はい。上がってくるんじゃないか。はい。よかったですね。上がるってちゃんと言っておいてね。はい。はい。でまあ、その理由としましては、まあ、その2022年の2月時点の時ですね、まあ、その当時から、まあ、その半年前の、もう分かりますか、その 2月の時点の、まあ、さらに半年前の時から、まあ、100万円以上もうその時点で上がってたんですね。2月まで100万円以上高くなってると。で、まあ、当時新古車っていうのが、まあ、その2100万円を切るぐらいだったんですよ、うん、そのさらに半年前ですね、夏ぐらい、あ、そう、2021年の夏頃ですねに2100万円切るぐらいっていう、そうっていうとこもあって、でまあただ限定車僕再三ね、ギセル強いですよっていうのをお伝えしてるので、まあ限定車なので、まあ50万円程度は上がるんじゃないかっていうね、そういう予想をしておりました。はい、自信持ってください。はい、はい、で、どうだったか、で、どうだったかっていうところですよ、うん、はい、どうだったと思いますか。どうだったと思いますか。答え合わせしちゃっていいですか。本当にするんですか。しますか。わかりました。じゃあしましょう。はい、まずですね G400D マヌファクトゥアエディションからですね、ちょっと見ていきましょう。はい、私はですね、まあその当時2150万円だったんですけれども、まあ50万円上がると予想しまして、ズバリ今のですね、まあこの 400D マヌファクトゥアエディションの、まあ、走行距離少ないもの、まあ今も結構新古車っていうのがもうないので、まあ、なるべく距離が少ないものとかで見ますと、だいたい2200万円から2300万円このあたりが販売価格でなっております。ということはですよ、まあ僕は50万円程度上がるんじゃないかという、まあ一応その面目が保たれたというところはあるんですけれども、予想を上回る上がりをしてますね。超えてますね、まあ、なので最大で、あれですね、150万円。まあも最近ですね、ちょっと右ハンドルの、方のが
や若干高値ついてるんですよ。若干というか、そうですね、なんか右ハンドルの方が高値ついてるなっていうのがあって、多分この2月時点だとまだ右も左もそんなあの 差がなかったんですよ。最近ちょっと僕右のがあれかなっていうのを感じるようになってて、そうで、まあ、そういったのもあってちょっと100万円ぐらい今開きはあるんですけれども、そう一応2200万円から、2300万円ぐらい、このあたりが今の相場になってますので、まあ、答え正解でいくと50から150上がったっていう、そういうことですね。はい。でその当時プロフェッショナルブルーがまあ初めて2300万円超えましたというね、動画も、そこでねお伝えしたんですけど、その間にすごいですよ、まあ今で言うと2400万円は超えてる感じですね。2400から2500万円ぐらい、このあたりがプロフェッショナルブルーの、相場なんですけど、一回2600万円も超えたりとかっていうこともあったりねしてますので、まあ半年でね結構相場動いてますよね。そうです、うん、今上がり幅が50万から150万円なんですけど、はいはいはい、100から150じゃなくて50から150なんですね。そうですそうです、ちゃんとこれあれですよちょっと変なこと言わないでくださいそう50から150なんです。ちゃんと50か、そう、はい、良かったですね。一応面目は保たれたな。ただ本当にこれ正直な僕の、感想としては、もう本当予想を上回る相場の上がり、まあ、相場の上がりっていうとね単純に相場が上がってるっていう風に思われちゃうと思うんですけど、まあ、やっぱりそれだけ価値がちゃんとね保証されるっていうかね、ちゃんと価値が上がったっていう、そういう捉え方で僕思ってますので、はい、やっぱり限定車ってねもう買えないじゃないですか。そうなのでね、まあ、今後価値っていうのはもうさらにまあね、もちろん距離とか走ってくれば当然それによる下がりっていうのはありますけど、そうじゃなければ価値はもう上がってくんじゃないかなっていうふうに思っております。はい、というところがね答えでしたね。はい、で次ですよ、問題の、はい、通常グレードのね G400D、 はい、2022年2月当初、まあ、2000万円程度でね、新古車がこう販売されていた ところですね。はい、私はですね相場横ばいということを言いましたね。はい、全然違いましたねこれは。はい、はい、これも正解まずお伝えしますと、今新古車、400D の新古車でいきますと大体2050万円から2150万円の販売価格でされております。でやっぱり 400D も、400D マヌファクトアエディションと同様に、まあ、右と左あったら若干右のがやっぱ高値今ついてる傾向にありますっていうのと、まだねその2月当時って4点オプションの相場ってほとんどなかったんですよ。そうなので3点オプションの相場で出してたんですけど、この半年の間で4点オプションもちらほらとこう、市場の方に出てくるようになって、まあ、4点オプションの中でもそのチタリウムグレーっていう、シートカラーですね、これだとだいたい30から50万円ぐらい、その高値がねついているっていうところもあって、まあ、2150っていうところですね。なので幅がちょっと大きくなってはいるんですけれども、まあ2050から2150ということで、答えとしてはこちらも50から150上がっているというところですね。認めましょう、相場上がっておりますはいなのでね、なぜ相場横ばいってね、あの時はね本当にそう思ったんですけどね、やはりね予想を上回る、ところで相場は上がっているというところがね、まあ、答えという、まあ、なので結構やっぱり 400D、がまあ新型 G クラスの中でやっぱり一番需要が多いっていうところも ありますしね、まあ、G400D が上がれば当然 350D も上がりますし、はい、っていうところもあって、まあ、400D でいくと、50から150上がったというところですね。はい、半年でね結構上がりましたね。そうです、はい、上がっているのにさらに上がったっていう、
そうですね、もうその2月時点でもう上がってはいたんですけれどね。まあこれっていうのもやっぱりその相場っていうのはやっぱり需要と供給のバランスになるので、当然その需要はまあ多分どんどん増えてってると思うんですよ。ただ供給って変わってないのでね、むしろ供給減ってるんじゃないかっていうぐらいなので、なのでそうなると当然相場って上がってきますよねっていうのと、まああと価格改定、そういったところもね、影響としてはあると思うんですけれども、はいね、皆さんどうでしたかでしょうか。